スプリングフィールドはアメリカ合衆国のオハイオ州にある都市で、クラーク軍の軍庁所在地。コロンバスの西7 2キロデートンの北東4 0トルに位置し、付近ではオハイオ川の支流であるマッド川がバック川、ビーバー川と合流する。人口は2000年国勢調査の時は65,358人だったが、 2007年には62,417人に減少した。都市圏になると2007年の推計で1 4万4 7 7人が住んでいる。2004年にはアメリカの典型的な都市省に選ばれた。配線を利用したリトルマイアミスーセニックトレールがニュータウンからここまで 80km にわたって伸びており、ハイキングやサイクリングに人気がある。 ケンタッキー州出身の漁社、ジェームズ・デミントによって1801年に建設された。シャンペーン郡、マディソン郡、グリーン郡の一部が分離して、クラーク郡が設立されると、1818 18年に、軍庁所在地になった。衆議会では、近隣のニューボストンと共同で2票を与えられた。スプリングフィールドを通る国道が建設されるとき、10年間にわたって、 政治家の間で対立が起こった。デートンやイートンなどの都市は国道を南へ延伸するよう要請したが、当時のアンドリュー・ジャクソン大統領はインディアナ州リッチモンドへ西に延伸させた。1830年頃1800年代、スプリングフィールドは、オーエス・ケリー、エーサ・エス・ブッシュネル、ジェームズ・レフェル、ピー・マスト、ベンジャミン・ワーダーなどの資産家に支配された。 ブッシュネルは町に、オハイオブッシュネルビルディングを建設した。マストは、自身の農具企業を宣伝するため農園をオープンし、大衆紙を発刊した。ケリーは1894年にケリー・スプリングフィールド、タイヤ社を設立した。1900年頃1900年頃スプリングフィールドは、フリーメーソン、ピシアス騎士団、オッドフェローなどの秘密結社が高齢者や、 個人のためのロッジを建設したため、家庭の街と呼ばれた。また、グレスナーマニファクチュアリング社が、チャンピオンブランドの農機具を製造したことから、チャンピオンの街とも言われたが、同社は1902年にインターナショナルハーベスター社に、吸収合併された。インターナショナルハーベスター社は、その後ナビスターインターナショナルとなり、現在は、大型トラックを生産している。 クラーク軍長者1902年、クラーク軍、スプリングフィールド軍区の教育長だった、エービグラハムは、少年少女農業クラブを旗揚げした。同年1月15日に、軍長者の地下室で行われた初会合には10歳から15歳までの子供約85人が集まった。クラブは、頭脳、精神、労力、健康の 4H を念頭に置いたことから4。 H クラブと呼ばれるようになり、たちまち全国に拡大した。クラブの最初のプロジェクトは、食品保存、園芸、簡単な農業などであった。設立式が行われた群長者の地下は、今もクラブのシンボルになっている。1904年3月7日、警官を殺した罪で服役していた黒人のリチャード・ディクソンを殺害しようとし、1000人を超す住民が、 刑務所に突入した。彼は射殺され、ファウンテン通りとメインストリートの角の柱に、さらし首にされた上、なおも体を銃で撃たれた。暴徒化した群衆は、その後、黒人地区の大部分を焼いた。1906年2月にはまたも群衆によって黒人地区が焼かれた。それから60年後、スプリングフィールド市長に当選したロバート・ヘンリーは、 全米初の黒人市長であった。1916年から10年間、スプリングフィールドには、ブラムウェル、ブレニング、フース、フレイヤーミラー、ケリーストリーム、ラッセルスプリングフィールド、ウェストコットなど10社もの自動車会社が進出した。そのうち、ウェストコットは、バートン J ウェストコットが設計した6シリンダーに4、ドアのセダンを最後に生産したことで知られた。また、 イーストハイ通り1340番地にあった事業所は世界的に有名な建築家フランクロイド・ライトが1908年に設計したことでも知られた。ウェストコット・ハウスと呼ばれるその建物は漆喰とコンクリートでできており水平なライン、傾斜の低い屋根、広い軒先などライトのプレーリー様式が随所に見て取れる。ライトがこの様式で設計した建物は 州内ではここだけである。建物は2000年にシカゴにあるフランク・ロイド・ライト建築保存会の手に渡り新たに設立されたウェストコット・ハウス財団に売却された。建物は5年の歳月と530万ドルの費用をかけ2005年10月に完全に元の姿に戻った。それからは一般に公開されておりガイドツアーも行われている。 1856年に、喫水のスプリングフィールドっ子である、ウィリアム・ホワイトリーが、自動冷気刈り取り機と、芝刈り機を開発すると、インターナショナルハーベスターの農機具とトラック生産が、地域の機関産業になった。大衆紙、ニューズウィークの1983年に発売された、創刊50周年記念号には、ザ・アメリカンドリームという題で、スプリングフィールドが特集された。 それには、地元のご家族の過去50年間の出来事がまとめられていた。スプリングフィールドニュースイコールさんという日刊誌と、ザ・スプリングフィールドペーパーという週刊誌が発刊されている。スプリングフィールドは、北緯39度55分37秒整形83度48分15秒、北緯39.92694度整形83.80417度、成形 83. 39.92694-83.80417に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この都市は総面積58.3平方キロメートルである。このうち58.2平方キロメートルが陸地で、0.1平方キロメートルが川や湖などの水域である。総面積のうちの0.18%が水域となっている。 市街地の北東には、クラレンス・ J ブラウン貯水池がある。2000年の国勢調査によると、この都市には65,358人、26,254世帯、及び16,224家族が暮らしている。人口密度は1,123平方キロメートルで、503.6平方キロメートルの平均的な密度に29,309件の、 住居が建っている。人種の構成は、白人78.04%、黒人18.22%、先住民0.34%、アジア系0.70%、太平洋諸島系0.02%及び今月、根結0.54%で、1.18%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。 この年に住む26,254世帯のうち29.9%は18歳未満の子供と暮らしており40.5%は夫婦で生活している16.6%は未婚の女性が世帯主であり38.2%は家族以外の住人と同居している32.2%は独居で 全世帯の13.5%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.38人であり、家庭の場合は2.99人である。住民は25.6%が18歳未満の子供で、18歳以上24歳以下が11.5%、25歳以上44歳以下が27.0%、45歳。 以上64歳以下が20.7%よび65歳以上が15.2%となっている。平均年齢は34歳である。女性100人に対して男性は89.3人いて、18歳以上の女性100人に対しては男性は84.1人いる。世帯ごとの平均収入は32,193米ドルで、 家族ごとでは39,890ベイドルである。男性の32,027ベイドルに対して女性は23,155ベイドルの平均的な収入がある。一人当たりの収入は16,660ベイドルである。総人口の16.9%、家族の13.5%の収入は貧困線以下である。 18歳未満の子供の23.9%及び65歳以上の9.6%は貧困線以下の生活を送っている。ウィッテンバーグ大学スプリングフィールドの初等、または中等公立学校には8604名が在学している。学区には小学校が10校、中学校が4校、高校が1校、オルタナティブスクールが1校の計16校がある。 また、ウィッテンバーグ大学とクラーク州立、コミュニティカレッジの2つの高等教育機関がある。ウィッテンバーグ大学は1845年に設立された4年生私立のルーテル派大学で、在学者は2000名を超し、195以上の学部がある。キャンパスの敷地は14万坪に上り、木々が覆うようにして植えられている。専攻は70に上る。 嘘というラジオ局もあり、新聞も刊光されている。とりわけ音楽とスポーツの分野で知られており、東アジア研究、ロシア地域研究などの学際的なプログラムに強い。近年では経営、通信、教育などの専攻が人気である。2003年には、バーバラディアカス科学センターがオープンした。クラーク州立ーーコミュニティカレッジは、スプリングフィールド、 クラーク軍技術教育プログラムのもと、クラーク軍の教育技術大学として1962年に設立され、1966年にクラーク軍技術研究所から解消された。オハイオ州評議会から専門学校の公認を受けた最初の大学でもある。学生は1000人を越し、ビジネス、衛星、公共サービス、工学技術、 農業などの科目がある。スプリングフィールドは2009年公開の映画、ウルバリン X メンゼロの舞台の一つで、実際にカーニバルのロケも行われた。ビクター・クリードとクリス・ブラッドリーはゲームコーナーの従業員だった。ありがとうございます。